私の考えはですね、善を行え、徳を積んでおれば、どんな災難にあっててもですね、その結果はね、必ずね、災い転じて福となります。私の人生200年論は、これはですね、私が牢屋へぶち込まれたんだと、私は悪くしませんが、両親は恥ずることはやらんから、何なと調べえ、喧嘩割りやっとね、その間にですね、私が中をちょっと改革したんだ、人間扱いにしえって。その時にね、花を入れるようにしたら、花にカマキリがついて入った。そのカマキリはね、わしは一人でおるんですから、カマキリでも自分のね、家族としてそれを世話してやった。そうすると私のね、愛情が向こうに通じますよ。そうしたらこうやるとこちょちょっと乗ってきますよ、それの死ぬのはね、私が世話した。梅雨がおつるがごとく、いつ死んだかわからないし死んでいきますよ、この世界の平和を確立したいと。それにはですね、もちろん軍備の全廃をもうしなきゃなりませんけれども、それをするにはですね、ただ世界平和軍備全廃だけではいけない、そういうものを口調を極めてですね、叫んでおっても、勝手に平和というものはできるもんじゃないです。人間が作るんですから。それについてはね、私はいつも言うておるんですが、全世界の人類が全てこれは一つの家族であると、地球は。したがって人間も兄弟姉妹であると、そういう考えを持たないとですね、私は本当の平和というものはこれは達成できないと思うんです。それでただですね、私の平和論は、戦争がなくなるというだけでもいけないと思うんです。というのは、戦争がなくなってもですね、貧困、病苦、不平等、こういうものが存在しておってはですね、真の私は平和ではないと。そういうものもね、共に、なくするということが私の平和論なんです。大地を爆心、海を駆け、空を飛び、地球を舞台に大いなる日々を生きる笹川会長。笹川会長の行くところには夢があり、希望があり、命があり、確かな平和への証があります。